皆さんこんにちは。空から降る一億の星でおなじみの木村拓哉さん、意地を張るのをやめてスマップを復活する理由、邪魔してくる妻工藤静香と電撃離婚する真相、現在の中居正広との本当の関係といったさまざまな謎について紹介します。まずは木村拓哉の経歴とプロフィールから紹介します。木村拓哉は日本の歌手俳優男性アイドルグループスマップの元メンバー、東京都調布市出身、愛称はキムタク。本人の知らないうちに親戚が履歴書を送り、1987年11月ジャニーズ事務所に入所し、光源氏のバックについていたジャニーズジュニア内グループスケートボーイズのメンバーとなる。1988年4月にスケートボーイズから中居正広、稲垣吾郎、森且行、草なぎ剛、香取慎吾と共に選抜され、男性アイドルグループスマップを結成。1992年にその時ハートは盗まれたなどのテレビドラマに出演。1993年にテレビドラマアスナロ白書ではヒロインをまっすぐに愛する青年役を好演し、注目を集める存在となった。1994年にテレビドラマ若者のすべてなどに出演し、俳優として一躍注目を集める。1994年に映画シュートで病に倒れる伝説のストライカーを力演し、石原裕次郎新人賞、エランドール賞新人賞を受賞。1995年の渡辺隆義監督くんを忘れないでは当時のトレードマークだった長髪のままで、第二次世界大戦末期の特攻隊員に扮して話題を呼んだ。その後1996年に主演したロングバケーション以降、主演するドラマがどれも高視聴率を記録し、数々のテレビドラマ映画に出演。フジテレビの看板ドラマ枠であるガッツ級放送作品では10作で主演を務め、2017年時点における最多主演記録となっている。また同年にフジテレビ系で看板組スマップ×スマップが4月15日から放送開始されるNHK 紅白歌合戦では、SMAP が CD デビューした1991年第42回 NHK 紅白歌合戦に SMAP として初出場。2006年主演した映画武士の1分が第30回日本アカデミー賞にて13部門で受賞を果たすも、賞レースには参加しないというジャニーズ事務所の意向で木村のみ優秀主演男優賞を辞退することが発表された。2008年まで阿南の好きな男ランキングで15年連続の1位を獲得した。2016年12月31日をもってスマップが解散し、以降はソロタレントとなる。2018年12月22日中華人民共和国を中心に展開している SNS 新浪ウェイボーのアカウントを取得して配信を開始。原則として中国語での配信ではあるが、同アカウントに対して開設から1日でに19万人以上のフォロワーを世界各国から獲得するなどして話題となった。2020年5月8日からはインスタグラムのアカウントも開設し、母語である日本語での SNS 配信も開始。こちらのアカウントは開設から1日で100万人以上のフォロワーを獲得している。 SNS では冷や汗笑顔の絵文字、千葉県立小手橋高等学校、東京都立代々木高等学校卒業。自身のファッションスタイルは10代の時に見たフランシス・フォード・コッポラ監督のアウトサイダーに強い影響を受けたと語っている。木村のトレードマークでもあったロングヘアやピアスは10代の頃に仲の良かった事務所の先輩の岡本健一から影響を受けている。普段からギターを弾き、ソロだけでなくスマップの楽曲でもたびたび演奏を披露してきたが、ギターを始めたのも岡本からギターをもらったのがきっかけである。ラジオ番組では長らくテレビで語らないプライベートなことも自身の番組で語っているが、ラジオを続けるモチベーションについては自分の声、感情で自分の思ったことを発信できる場がそれしかないから、直接の自分の言葉だからこそラジオやる意味がすごくあると明かしている。上述の通りキムタクの呼称が報道などで用いられているが、テレビドラマアスナロ白書の共演者や爆笑問題の太田光からはタックンと呼ばれている。お笑いタレントの明石家さんまやサッカー元日本代表の中田英寿とは10年以上
家族ぐるみで付き合いがある親友同士である。またそれ以外にも水嶋ヒロ&綾香夫妻、ドロンズ石本といった芸能人たちと交流がある。タレントのマツコデラックスとは、当時のマツコのことは覚えていないが、小手橋高等学校に1年通っていた頃の同級生で、その後公立代々木高等学校で中居正広と同級生であった。水嶋ヒロは映画ベックの撮影のため木村からギターを貸してもらったことがあり、水嶋はとても感謝しています。やはり考え方や人間性も含めて木村さんのようにトップで居続ける方には納得できる理由があるんですよね。かっことした理由のない人がトップでいられる世界なら、そんなところにはいたくないと思ってしまう。僕は今そうではない世界にいられて本当に良かったと思います、と語っている中居正広が、スマップ解散をめぐってかつて確執が報じられた木村拓哉についてテレビ番組で語っていた中居が木村について言及したことが明らかになるのは、自らの事務所独立以降初めて。ところがその発言は全てカットされたという。一体何があったのか。1988年に結成され、1991年に CD デビューしたスマップ、中居はリーダー、木村はエースとして人気を牽引した。トップアイドルとして平成の時代を駆け抜けた彼らの解散が報じられたのは2016年1月だった。報道後、ダークスーツに身を包んだ5人はスマップ×スマップの生放送に出演して解散騒動を謝罪した。木村を除く4人のメンバーの表情はうつろで正気がなく、草なぎ剛のこの発言が世をざわつかせた。今回ジャニーさんに謝る機会を木村くんが作ってくれて、今僕らはここに立てています。5人で集まれたことを安心しています。後に公開処刑と揶揄された生放送でメンバーのいびつな関係性が明らかになり、グループは空中分解、一旦は活動休止という案も浮かんだが、2016年末に解散。木村と中居以外の3人は事務所も離れた。当初は5人で独立する計画もあったようですが、木村さんが最後まで首を縦に振らなかった。中居さんは関係者に木村に裏切られたと漏らし、新しい地図の3人、とりわけ香取さんと木村さんの遺恨も噂されて、4対1の構図があらわになりました。これ以降スマップをめぐっては4対1の対立軸で語られることが増えた。短絡的な声に木村さんは苦しめられました。もちろん彼の言動には理由があります。事務所の大黒柱になっていたスマップが全員抜けることでダメージを受ける人があまりに多すぎると考えたのです。後輩や一緒に仕事をしてくれる関係者たち、家族もそうです。ただメンバーの不満も理解できる。独立に前がかりになる4人を引き止め、5人でスマップを続けようと説得したものの溝は深く、最終的にたもとを分かつことになったのです。一度入った亀裂の修復は困難だった。2020年2月には、共に事務所に残った中居が退所を発表。会見を開いた中居は記者から木村さんへの思いはと聞かれて、こう答えた。思いがあって伝えたいことは直接お話しするんじゃないかな。この発言からこれまで中居と木村の対面は公になっていない。中居さんの中では最後まで木村さんとのわだかまりは解けないままでした。実際この会見以降、中居さんはテレビなどで木村とさえ発言したことがないので徹底していますよ。木村拓哉が2024年1月3日自身のインスタグラムを更新、最新ショットを披露したという。木村は美しい桃の花を持った最新ショットをアップ。またストーリーズには愛犬を散歩させながら花屋で購入したと思われる桃の花を手にした写真を投稿しており、妻で歌手の工藤静香へのプレゼントなのかもしれないとのこと。木村と工藤といえば、昨年末の NHK 紅白歌合戦で工藤が元彼である吉木と共演し、さらにその後吉木が現在も工藤とつながっていることを動画サイトで暴露したことで電撃離婚説が浮上。そんな中、フライデーが工藤に直撃取材を行ったとの記事を掲載したが、記事によると電撃離婚発表について聞かれた工藤はぶっと吹き出し、一生に伏していたといい、芸能界を代表するおしどり夫婦として知られる2人だが、どうやら家庭は円満のようだとエンタナビが報じている。最後までご視聴いただき
ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。